こんばんは、岩田敦です。今日紹介したい本はですね、渡辺正一先生の万葉集の心、日本語の心という本です。で、これはですね、もう随分昔にね、書かれた本だと思うんですね。確か日本語の心という本だったと私は思いましたけれども、で、これをですね、また復刻されたのがこの万葉集の心、日本語の心なんです。で、渡辺正一先生と言ったら、よくですね、パッと思い出すのはですね、まず渡辺先生は英語の先生だということですね。それからもう一つですね、歴史について、つまりこの大東亜戦争に至るまでの日本の近現代史についてですね、もう日本だけが悪かったんだと、とにかく日本だけ悪かったと、そういうものの見方やめた方がいいんじゃないかと、日本には日本の主張があったし、もちろんそれは反省すべき点は反省すべきとしてあるけれども、日本だけが一方的に悪かったという自虐的なものの見方をね、していては、我が国のこの将来っていうのは見えてこない、過去が見えないことには将来は見えてこないんだからというようなことをですね、強く主張されていて、先生として有名です。私もそういった本を何冊も読ませていただきました。しかしですね、この本はそういった歴史についての本ではなくて、このですね、まさに日本語論というふうになっていて、これイデオロギーが右だとか左だとか関係なくですね、読んでいただきたい本の一冊です。私がですね、渡辺先生の本の中で好きな本の中の一つなんですね。で、これは何かと言ったら、日本語というものの特徴をですね、非常にうまくですね、捉えていて、渡辺先生のすごいところはですね、すごくさらっと書かれていて、で、こう今出てきましたけど、出てきますけれどもね、例えばこういう、これさようならをするためにって、これビリーバンバンの曲だとかですね、こう普通にさらっと普通の人に入ってくる言葉で語りながらもですね、実は本質的にすごく重要なことをお伝えしているということで、この本はですね、普通の、大変申し訳ないんですけれども、国語学者が書いた日本語論よりずっと面白いというふうに思います。この本を読んでみるとですね、非常に重要な点が分かってきます。それは日本語の中でも非常に大事な点をですね、大和言葉と漢語というものがまずはある。まあその後英語も出てくるんですけれども、まあ、まずはですね、ここを言ってみたいと思います。で、大和言葉と漢語で、簡単に言ったらですね、大和言葉って言ったら何かって言ったらですね、音読みじゃなくて訓読みする感じですよね。例えば君子っていうのではなくて君っていうような表現ですね。例えば他にはいろいろありますよね。それ太いとかですね、大きいとか何でもいいんですけれども、この日本語を、これは、日本人が、かねてより漢字が入ってくる前から使っていた言葉に漢字を当てて、で、それでそれを読むようにしたっていうすごい、まあ、発明なんですけど、まあ、これについてはいろんな空心とかいろんな本あるんですけれども、まあ、それについてはですね、まあ、述べないとしてもですね、大和言葉と漢語というものがあって、で、大和言葉と漢語ではやっぱり日本人の感じ方が違うんだということをおっしゃってます。で、例えばですね、ここでさよならをするためにっていうビリーバンバンの歌で、過ぎた日の、微笑みをみんな君にあげる、夕べ枯れてた花が今は咲いているよと、うんうんとあるんですけど、ここに書かれているのは全部大和言葉だというわけですね。で、渡辺先生がすごいのは、これ結婚式かなんかで誰かなんかお知り合いのなんか先生が歌った歌をいきなりメモをいきなりし始めて、あ、全部これは大和言葉だとか言って、で、教え子にこれは大和言葉だぞと言って、えっというふうになところから話が始まっていて、文章も面白いんですよね、すごく。でもそれが、ところが、じゃあ漢語が多い歌って言ったら何かって言ったら、愛国行進曲、皆さんご存知ですか、見よ東海に空を開けてというやつですね。あ、見よ東海の空を開けてですね、旭日高く輝けば天地の聖域はつらつと希望は踊る大屋島、これはですね、渡辺先生によると、振り仮名いっぱいつけとかないとよくわからないような言葉で、漢字として意味がわかるから日本語として意味がわかる。だけどこの日本人っていうのは、漢語を多用するときっていうのは、何かこう外に向かっていくぞっていう概念としてなんか理解したりですね、まあ、シャチホコバってこう論理的になんかこう戦っていかなくちゃいけないんだとか、外に打って出るぞといったときにこういう言葉を使うんだけれども、
人ぼんやりですね、こう春の中でですね、あるいは秋の日にですね、しみじみといいなと風景とか見ながら感じるときに出てくる言葉というのは大和言葉が多いというわけです。ですから日本のですね、和歌の中のいい句というのはですね、ほとんどが大和言葉からできている。例えば木の友のり、久方の光のどけき春の日に静心なく花の散るらん。まあ、これはですね、いい歌ですよね。でこれはですね、これどこにも漢語がないわけですよ。ああ花が散ってるということをですね、こうしみじみと思う時に感じるのはこっちの日本語であって、こっちにですね、日本人は情緒を感じるということなんです。漢語には論理を感じるけれども、こちらには情緒を感じるとこういうふうに言ってるんですね。例えば古い池や河津飛び込む水の音、これもそうですね。これ論理で解こうとしてもよくわかんないですよね。だって古い池があって、そこにカエルが飛び込んで水の音がしたと、そうはって話になってくるわけですよね。だからなんだとこういうことですよね。だけどそれをなんか自分の中で想像してみるとですね、こうしみじみとこう見えてくるものっていうのがあって、そこになんか深い情緒っていうものがある。でこの情緒っていうのを感じることができるのは大和言葉なんだって言って、まあ、これは先生書いてないんですけれども、これでね私納得しましたね。で情緒を感じさせる大和言葉と情緒を感じさせない言葉っていうのがあると。私はね、これ情緒が大事だって言ってた岡清先生がですね、数学者ですけれども言ってたので、非常に印象的なのがあって、日本人というのはね、どちらがいいかっていうのはすぐ分かるんだって言って、私もよく使ってる例なんですけれども、例えばですね、静けさや岩に染み入る蝉の声、有名ですねこれ、岩に染み入るっていうのが大事だって岡先生が言ってましたね。でも確かに日本人としては岩に染み入るってなんとなく分かりますよね。このミーンミーンなのか分かりませんけれども、この蝉の声がこうなんかこう染み込んでいくような感じがすると。でもこれは感じるものであってですね、論理でなんかいろいろ調べてですね、これ聞こえてないじゃないかとか、そういう話ではないわけですよね。でそれに比べてですね、もう一句、どちらがいいか皆さん考えてください。鎌倉に鳩がたくさんおりました、ね、静けさや岩に染み入る蝉の声、これ誰がどう感じてもですね、この静けさやの方がいい句だと思うんですね。これっていうのはもうなんか論理の世界じゃなくて情緒の世界なんですけれども、まあそういったですね、情緒を表している、日本人の情緒を表しているのが大和言葉なんだということをですね、この本の中でいろいろ説明されているのが特徴です。もう一つですね、面白いのが、私はですね、これも、キャッチフレーズからして面白いというふうに思うんですけれども、日本人はですね、つまり今で言うならば法の前に平等、法のもとに平等という言い方をしますけれども、和歌の前に平等だったのが日本のあり方なんだというわけですね。和歌の前に平等ってどういうことかといったら、それが万葉集なんだというわけです。それはどういうことかと申しますと、万葉集に収められている人たちっていうのはどんな人かというふうに言ったら、それはですね、上は天皇陛下、それから貴族、それから名もなき農民、兵士に至るまで、しかも男性も女性もですね、しかも地域もですね、別にどっか一つの地域だけじゃなくて、全国的に広がって、その人たちがみんな句をですね、この和歌をですね、読んでるわけです。で、それを選ぶときに、その大友の赤持ちですかね、は選ぶときにね、その、天皇陛下だからこれを入れようとかですね、でそのこれは身分が低いから排除しようっていうのをやってないと。要するにいいものを作ってるんだったならば、その人の身分に問わずそのものを採用して、で国家のですね、大事な万葉集という古典の中にですね、これを入れようとすることができると。まあ、これも目の付けどころですよね。言われてみれば当たり前の話なんですけれども、でも言われなきゃわからない。でそれはでも確かにすごいことですよね。貴族や諸外国ではないと思うんですね。この国王が入り、貴族が入っている詩をですね、作っている中にですね、名もなき農民だとかですね、遊女とかですね、そういった人たちが出てくるっていうのはないというふうに思いますね。だからそういう意味においてもですね、日本は和歌の前に平等というのを体現してた。これが万葉集なんだということをですね、渡辺先生はここで強調しておられます。
ではそういう意味においてこの本をですね、ぜひですね、お読みいただきたいなというふうに思います。このね、例えばですね、和歌の前に平等なる思想の大和たけるの命の話もね、出てきます。でこれがですね、甲の坂折の宮といったところに、立ち寄った時の話ですね。その時ですね、新張り、筑波を過ぎて幾夜か熱ると歌った、そこに居合わせた日滝の火焚いてる沖縄がですね、かがなべて世には心よ、日には遠かをと歌ったと、ああいうって言うんですね。まあこれ要するに連歌の走りだというふうに言うんですけれども、これをですね、その身分の高い人と身分の低い人がこうポンと出したらポンと答えられる、まあ、私こんなことできないんですけれども、だからそういう意味においてもですね、ここが同じ言葉を使って、でその同じ文化を共有して、しかもそこで同じようにですね、感動ができるというところに大和言葉の強みがあるということを渡辺先生はおっしゃっておられまして、私はこの本は名著だというふうに思いますので、ぜひですね、お勧めさせていただきたいと思います。今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を継続するに際してですね、ご支援を賜れる方は下記の振込口座よりご支援賜れれば幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。